皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。消毒学園中学高等学校の品田です。さて品田先生、はい、突然なんですが、家族とか親子で何か競い合ったりとかってしますか？そうですね、うちの場合はまあ男の子2人いるんですけれども、上の子は高校生になりましたので、まあ、そろそろ身長を追い越されそうですし、あと心配なのはですね、私より食べるようになってきましたね。なるほど、それすごい食べるってことですね、はい、ちょっと心配です。でもなんで今日はそんな質問を？はい、それがですね、今回この3ミニッツ祭りに親子で一緒にご出演される先生がいらっしゃるんですよ。そんなチャレンジちょっとすごいですね。なかなかちょっと見られない対決だと思いますので注目していきたいと思います、はい、それでは今回のゲストをご紹介しましょう。今回のゲスト講師はこちら、情報通信総合研究所の平井総一郎先生、東京都立晴海総合高等学校1年生の小坂井冬さん、そして玉川大学工学部の小坂井正和先生の3人です。お、小坂井という名前がお二人出てきたっていうことは、もしや小坂井親子の共演ということですか？そうですよね、三冬さん初めて出ていただくと思いますし、また親子で一緒にということですので、そこ注目していきたいですよね。そうですね、私は特に小坂井先生がどんなパフォーマンスを見せてくれるのかとても期待しています。はい、それでは行ってみましょう。 IT チャーズ TV 新春特別企画3ミニッツ祭り、テーマは教室の枠を超える ICT 活用です。さて、では親子対決を見届けましょう。どうぞ。IT チャーズ TV 新春スペシャル3ミニッツ、情報通信総合研究所の平井です。今日はこれからどうなるコンピューター教室というテーマでお話をします。今までの授業が教師主導、一斉教授、知識伝達、このようなスタイルではなかったかという反省に立って、新しい学習指導要領は授業のスタイル、学び方を変えることを狙ってきました。それが主体的、対話的で深い学び、アクティブラーニングの視点での授業改善です。今までは知識を伝えるためにこのようなスクール形式の教室がありました。教壇に先生が立って40人の生徒たちに、学習者に授業の、そして自分の知識を伝える、このようなスタイルがスクール形式です。これを変えていくためには各教室のいろんな重機類を変えなきゃなりませんが、なかなか全部は難しいです。そこでまずはコンピュータ室、ここから変えていきましょう。コンピュータ室をアクティブラーニングルーム、マルチメディアルームとして新しい学び方に対応した教室に変えていくわけです。これをご覧ください。教室の中にたくさんのホワイトボード、そして盤面がホワイトボードになった机、そして自由に動ける椅子、このような環境が整えられると共同的な学びがスムーズに行いやすいです。これを教室の教室でやることは難しいでしょう。この天板は裏返すことができ、様々な用途に使えます。またこのような丸テーブル、移動できる椅子、それも教室から持ってきた参考資料、カバンなどを容易にかけたり収納できる椅子、さまざまな工夫がされています。またこの会社のテーブルはこのように組み合わせることによって、バラバラの学習からまとまって集団を作り、共同的な学びがしやすくなっています。このテーブルの天板はご覧のように立てることができます。小さなグループ、個別にやっている学びがみんなに伝えるときに天板を立てることによって、簡単にプレゼンテーションができるようになります。それをさらに発展させると、ご覧のように壁一面がホワイトボード、このような形になります。実はこの壁のホワイトボードは貼ったものではなく、ホワイトボード用の塗料を塗ったものです。こうすることによって今までのコンピューター室を簡単にホワイトボード化することができます。新しい重機とホワイトボードの壁、このようなもので新しい学びに対応したコンピューター室ができると思います。新しい酒には新しい皮袋、こんな言葉が昔から伝えられています。
今の学校の新しい学びに新しいコンピューター室、これで対応していきたいと思います。皆さんの学校のコンピューター室の改造計画、どうぞ取り組んでみてはどうでしょうか。公立高校での ICT 活用、都立晴海総合高校1年の小坂井美冬です。私の通っている学校は都立高校なので、ICT を活用したいと思っても、今すぐにタブレットなどの導入をするのはなかなか難しいんです。そこで私が注目するのはスマホです。今、高校生のほとんどがスマホを使っていると思います。みんなが使っているスマホなら、公立高校でも ICT を活用した学びを実現できるのではないかと考えました。高校によってはスマホの使用を制限している学校もありますが、せっかくみんながスマホという ICT 機器を持っているんだから、どんどん学校生活の中で活用していけたらいいと思いました。というわけで、私の学校で行われているスマホの活用を紹介していきたいと思います。その一例として今回は、LINE というアプリの活用について話していきたいと思います。私の学校では選択授業がとても多いので、授業によっては別のクラスの人と一緒に授業を受けるという状況になります。そんな状況で、全然知らない人と同じ班になって一緒に発表しなければならないという状況になります。そんな時、LINE のグループ機能を使ってグループを作れば、普段なかなか会う機会がない人ともグループ内で授業以外の場所でも発表の内容についてや練習についての話し合いをできて発表の準備がスムーズにできます。また理科の実験の時には授業中にスマホを出して実験の様子を撮影していいことになっています。で、その撮った写真をまたグループ機能で共有すれば他の班の実験の結果も知ることができるし、その時休んでしまった場合でも、その授業の時の様子がわかりますよね。また、授業だけでなく、部活の場面でも LINE の活用します。例えば、長期の休みの時の活動日程を決めるときは、日程調整や投票機能などを使います。で、これを使うことによって、部員の予定を把握して、より効率的な活動日程を組むことができるんです。このように LINE というアプリを使うだけでも、スマホを授業の中でも、それ以外の学校生活にも活かすことができるんです。ですので、ぜひ積極的に学校でスマホが使えるようにしていただきたいです。大幅な ICT の導入はまだ難しいかもしれませんが、まずは高校生にとっても身近なスマホの活用から始めてみてはいかがでしょうか。ご清聴ありがとうございました。iOS 11の画面収録で反転授業とビデオ添削、玉川大学工学部の小坂井です。ぜひ今回は先生方に iPhone で挑戦していただきたいと思っております。iOS 11で画面を収録できるようになりました。これ非常にでかいことなんですよね。設定のコントロールセンターの方から、このコントロールセンターカスタマイズできるんですけれども、画面収録といったところをですね、このプラスをタップしていただければ、このようなアイコンが出現します。でこれも長押ししていただきますとこのように出るんですけれども、マイクをまずオンにするところをやっていただきたいんですね。そうしますとあとはボタンを押していただくとカウントがスタートするので、ゼロになったら録画できるようになります。で普段私ビデオ教材作って反転授業とかやってるんですけれども、なるべく手間がないようにしたいので、普段使ってる汎用的なツールをそのまま録画できるっていうことをしたいんですよね。もうこれロイドノートスクールなんですけれども、もう普段使ってるツールそのまま録画できちゃうので、非常に簡単にビデオ教材が作成できます。ぜひ挑戦してください。で他にもですね、クラウドを使ったビデオの添削っていうのをご紹介したいんですけれども、このファイルっていうのがですね新しくできまして、クラウドストレージを一元管理できるようになりました。
でこのようにですね、Google ドライブを使ってデータのやり取りとかができるようになったので、学生さんとか非常に私忙しいので学生さんとかとこうコミュニケーションを取るときに時間差っていうのが結構重要な要素になってきちゃうんですけれども、このようにデータを上げといていただいたら私の方でちょっと時間が空いてるところを見てですね添削するってこともできるんですね。その時にビデオの収録っていったことをですねできるっていうのがすごく便利です。例えばこちらのようにですね、画面を見ながら書き込んでいって、で私のでここはこういうふうに直しておいて、ここ合ってないからねって言ったこととかをコメント残しておいて、でそれを収録して今度は逆にクラウドに上げるってことができます。でこのようにまたファイルというのを使って今収録したものをですね Google ドライブの方に上げてですね、学生さんこれ見ておいてって言って、他のメッセージだとか LINE 使ってですね教えておいたら学生さんそこを見ていただきまして、このようにまたアクセスしたらこういう収録されたムービーのファイルがありますので、これ見ていただいて、あこういうふうに直せばいいんだって言って直してまた上げれば、私がまたその後ですね見るってこともできるので、時間差の通信添削といったこともできるようになっております。はい、ぜひこれ iPhone で挑戦してください。動画収録と汎用的なツールで時間と空間の制約から解放されたビデオ収録といったようなこと、動画教材の制作というものをやってみてください。それでは皆さんどうもありがとうございました。はい、ということで IT チャーズ TV 新春特別企画3ミニッツ祭り最終回をお届けしたわけですけども、いかがでしたか。いや、なかなか見応えのあるですね親子対決だったと思います。こうやって親子であるとか、先生と生徒、こういった関係を乗り越えてですね、話ができるっていうのがこういう ICT の面白いところかななんていうふうに思いました。そうですね、今回のお話の中でも平井先生、コンピュータ教室非常に身近なお話していただきましたけども、いかがでした。そうですね、やっぱり新しい学びを考えたときに、環境を変えるっていうことでまたその学びのスタイルが変わっていくっていうこともあるので、公立私立問わずですけれども、こういう考え方を進めていくっていうのは面白いかなと思います。ですね、そして注目の親子対決、この美冬さんと、小坂井先生との対決どんな感じですかね。そうですね、小坂井先生のですねお話も実践に基づくもので非常に参考になったと思うんですけれども、やはりその教育を受ける側のですね、お嬢さんのお話ですけれども、本当にその実践というか実生活に基づいたお話だったので、我々教員の方もですねこういう生徒さんの声をしっかり受け止めて進めていかなきゃいけないなというふうに思いました。そうですね、これをご覧になっている先生方にもすごく届いたプレゼンだったのかなというふうに思います。はい、はい、といったところでお時間になってしまいました。IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。皆さん YouTube のチャンネル登録をして来週もぜひご覧ください。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と小東学園中学高等学校の篠田でお送りしました。 See you next week.